FWC-3605C-3605FWC-3605 は1971年から1987年にかけてスイス空軍で運用された標的栄光機である。本機は1960年代後半に1972年に ファーナーベルケと解消されたスイス連邦、製造交渉により既存の C-3603、地上攻撃、標的栄光機の改装型として開発された。1968年に試作機の改装が、成功すると1971年から1973年に、かけて23機の改装が行われ、現在でも、個人所有機として飛行している機体がある。 C-3605HBRDB1967 年に、スイス空軍は、装備機の C-3603 から1標的、栄光機の残余機体寿命を、約10年延長させることを決定したが、装着されているイスパノスイザ製、レシプロエンジンは消耗の限界に近く、予備の在庫も乏しかった。C-3603 から1は、 メッサー・シュミット・ボーイ・フレンド109の設計に影響された第二次世界大戦時の地上攻撃機の設計をもとにしていた。代替機を探すために様々な機種の外国製航空機が評価されたが、1965年に最も経済効率の良い解決策として既存の機体に近代的なターボプロップエンジンを装着することが決められた。 それに従いジャンピエール・ビーベル式の下で C-3603 の第102号機を C-3605 の試作機に改装する作業が開始された。代替エンジンとして選択されたのはライカミング T53L-7 ターボプロップエンジンであった。これは C-3603 のピストンエンジンよりもはるかに軽量で改装点には 重心位日を維持するために機種を1.82メートル延長することが含まれていた。機体のその他の部分は本質的に手付け数で残された。初期飛行テストは1968年8月19日に開始され、テスト期間中に3枚目の垂直尾翼が必要なことも判明した。飛行テストで C-3605 の試作機は満足のいく。 飛行特性を有していることが示し、23機の C-3603 が C-3605 使用に改装された。C-3605 は1971年から1973年1月にかけて FW により納入された。スイス空軍に収益している機関 C-3605 は、 通常目立つ黄色と黒のストライプという視認性の高い塗装を施されていた。C-3605 は期待された10年の機体寿命を超える機関標的栄光の任務に専念したが、1980年代半ばに古い機体が機体疲労の兆候を見せ始めたことにより1987年にこの機種を退役させる決定がなされた。 残存機は売却され、標的栄光任務は、ピラタス PC-9 を改装した機体に代替された。C-3605 は、スイス・デュベンドルフの航空博物館や、カリフォルニア州チノの、プレーンズ・オブ・フェーム博物館といった、いくつかの博物館に展示されている。C-3605 は、民間所有者の間では、大戦機、として人気である。 ありがとうございます。